かくて妃いたまおべきを西宮の女房こそは母宮も御後ろみと譲り聞こえたまいしかばと音どもことづけたも源氏の打ちしきり記載にいたまわんこと世の人知るし聞こえず古貴殿のまず人より先に参りたまいにしもいかがなど内々にこなたかなたに心寄せ聞こゆる人々おぼつかながり聞こゆる兵部教の宮と聞こえしは今は式部教にてこの御恩時にはましてやんごとなき御恩覚えにておわするを御恩娘ほいありてまいりたまえり同じごと御女房にてさぶらいたもんを同じくは御恩母方にて親しくおわすべきにこそ母木先のおわしまさぬ御恩代わりの後ろみにとこと寄せて似つかわしかるべくと取り取りにおぼし争いたれどなお埋めつぼいたまいぬ御恩幸いの各引き返し引き換え優れたまえりけるを世の人驚き聞こゆ。で話がここから変わるわけで、さて若い今の帝、まあ二人もすでに女房が時代しておそばに仕えているわけですけれども、それは梅壺の女房とそれから古貴殿の女房ですね、古貴殿の女房の方が先に上がっているわけですが、しかしまだ記載は決まっていない、まあ記載といってもこの頃当時は皇后というよりも中宮という名の方が格が高いことになっているわけですね。とにかくその記載になるべき方、中宮になれるべき方が、決まるべき時に来ているわけです。そのことから話が始まるわけです。さて記載いたもうべきをこの冷静の帝の記載がお立ちになるべきはずであるが、それには西宮の女房こそは母宮も御恩後ろみと譲り聞こえたまいしかばと音どもことつけたも。光源氏ってしたこのこういうところ実に緻密で、そしてまた要点を抜け目なく抑える人ですね。このお若い冷静の帝にもお妃が立たれるべき時であるが、それにつけて西宮の女房こそは、つまり以前伊勢の西宮でいらして、そして後から女房に入られた梅壺の女房ですね、方をこそ母宮も、母宮っていうのはこの場合は帝の母宮、富士壺を都の帝の実壺である富士壺を出してきて、そしてその富士壺の言葉、お母様のお言葉ですぞというふうな感じで、その言葉を出してことを決定的にするわけですね。母宮も御恩後ろみと
若い帝のご貢献役と譲り聞こえ玉石かば申し残していらっしゃいましたからして、それでと、つまり自分の意見というよりは帝の母君の仰せでございましたというふうにして、そのことにおとどもことつけたもう、ことつけたもうと言ってる、その母宮のお言葉に託しておっしゃる。ところがことはそう簡単ではないわけです。源氏の打ち仕切り記載にいたまわんこと、この源氏は女源氏です。前からもたびたび言ってきましたけれども、男の源氏、つまり奈良時代から男性で親戚に降下して、そして皇族は姓がないから初めて立花氏だとか源氏だとか平氏だとか有原氏だとかというふうに新しく姓を名乗る、そういう男源氏がたくさんいましたですよね。そしてそれが物語の上にもいくつもいくつも架空な物語の人物だけじゃなくって、歴史的にも源の通るだとか源の光るだとか、非常に文化的なあるいは政治的な大きな力のあった人たちのことがいろいろこう出てきたわけですけれども、そういう男源氏の流れと、それからもう一つは内親王で親戚に降下せられた方たち、例えばこの葵の上、あるいは今の右大将、もうじき左大臣になりますけれどもの母親になる方なんか、これも女源氏ですね。内親王であった人が左大臣家へ降下せられたわけ、今も夕霧や雲井の狩などの上に慈愛の目をいつでもこう注いでいられる、時に光源氏と夕霧の教育にかけて意見が食い違ったりする、そういう女源氏が幾筋もまたあるわけですが、ところがこの頃の歴史的な現実としては、お妃というのは藤原氏から出た女性、それがお妃になって中宮なり皇后なりになって、そしてその背景として、その父親の藤原氏が摂政関白というふうな御後ろ身の役、帝が大体年が年下のわけですから、そういう女性がまたお妃になって後ろ身ご貢献役するわけですけれども、それよりもさらに大きな政治的な貢献役というのは、その中宮なり皇后なりの父親が当たる、そしていわゆる背後から政治を、操っていく、そういう形が平安時代の藤原氏を中心にした政治のありようであったわけですね。宮廷の政治のありようであったわけです。で、物語の上でもやはりそれが当然反映しているわけで、源氏の打ち仕切り妃にいたまわんこと、そういう皇室から皇族から降下した方、それは女源氏ですが、ここも源氏の打ち仕切り妃にと、こう妃にと言ってるのはそれをなんですが、内親王様が打ち続いて妃の位にお付きになるということは、世の人の許し聞こえず世間の人が
容認しないことで、つまり一遍そういうこと、あるいは二遍そういうことがあっても、次には変わって藤原氏のものが、つまり、王氏ではない、源氏ではない他氏のものが記載になるべきだという現実の世の風潮としては、それがもう一番普通の形になっているわけですね、この時。だから世の人許し聞こえず、世間の人たちもそのことをこのお許し申さない風潮で、で古貴殿の、あの古貴殿の女房が前から皇位として、あ、女房としておそばに上がっているではないか、当然それは怒るべき声であろうと思いますが、古貴殿のあの方が先に、人より先に参りたまえにしもいかがなど、一番、あの梅壺の女房よりも先に上がっていらっしゃるのが、あれが一体どういうことなんだ、内々にこなたかなたに心寄せ聞こえる人々、梅壺型へ心を寄せる人々、古貴殿型に心を寄せる人々、それぞれ気をもんでいる、まあ大きく分かれるわけでしょうね、これは。それを光源氏がこういう形でピタッとこう先手を打ったわけですね。もう少し説明続くわけですが、もう一つそこへ加わってきた人がいるわけで、兵部教の宮と申し上げたのは、今は式部教の宮となっていらっしゃって、つまり職場が変わったわけですけれども、その式部教式部教の宮、今式部教の宮という方が、この御恩時にはましてやんごとなき御恩覚えにておわするに、当時この頃にはまして大層世間の評価が高くいらっしゃった時で、その御娘ほいありてまいりたまえり、その式部教の宮の娘にあたる方が、ほいありてほいありてと言ってるところがあるんですね。本来の目的があって宮中へまたお上がりになった。でこの兵部教の宮というのは、今まで兵部教の宮という名前で出てきたわけですが、あの紫の上のお父さんですね。ですから冷泉の帝にとってはおじさんになるわけ。だから恩覚えめでたいわけですね。この恩時にというのは、ごめんなさい、この帝の恩時、この冷泉の帝の御代にはそういうおじさんにあたるわけだから、大変、覚えのめでたい方であって、それでその娘子が本来の目的があって、やはりこの帝のそばへ参内せられていた。同じように大女房、大女房っていうのは皇族での方で女房になられた方、
だから梅壺を同じようなこう境遇で一層こう近いわけですね。その同じような皇族での女房であって帝のおそばにお仕えなさっているので、同じくは母方にて親しくおわすべきにこそ母木先のおわしまさぬ御代わりの後ろ身にとこと寄せて似つかわしかるべくと取り取りにおぼし争いたれども、同じことなら御母方で親しくいらっしゃるべき方にこそ今も母木先がいらっしゃらない、その代わりの貢献役としてということに理由をつけて似つかわしくあるはずだと、とりどりにおぼし争いたれど、これは三者三様に源氏とそれから式部京の宮とそれから右大将とそれぞれにお思い立ちになり競われたけれども、やはり梅壺を痛まいぬ、源氏が後ろ盾になっている梅壺の女房がお妃となられた。御幸いの各引き換え優れたまえりけを世の人驚き聞こゆ、この梅壺の女房のお身の幸いがこんなふうに引き換えというのは母宮に引き換えということですね。あの不運であった母宮に引き換えて優れていらっしゃるのを世の人々は驚き噂申し上げた、驚いて噂申し上げた。